さあ1回の表は西武三者凡退でしたが、改めて今日の見どころを伺いたいんですが。そうですね、まあ私はね、はい、それほどそのことに関しては、まあ、あまり意識がないという感じですね。ああ、そうですか。どちらかといえばのんびりムードです、はい。先発の方ですが、はい、近鉄が高村、ギャムが勝つのは、かなり非難じゃないかなという、そういう感じはするんですよね、はい。そうなると3ランを浴び、さらに3回石井にタイムリーを浴びて4点取られて3回ノックアウト。結局試合の方は6番としても30本を超えてシーズン終わりたいところでしょうね、できるでしょう。そうですか、現れてるのかもしれませんね。そうですね、まあ、ベテランは非常にいい、あるいは試合に出てる人たち中間にヒットを打っています。 2-3 フルカウント、インサイドの球ですが清原が取って自らでもありましたし、そういえばおとといの神宮球場西本さんも解説をされてましたが、風ってのがなんか随分左右してるんで、ひょっとしたら飛んでいくんじゃないかなというそこら辺の差が、ね、出てくると思いますよね、はい。まあ、そのあたり力まないで打てるというところがいいのかもしれません ね。どういうところにあるんですか。ね、はい、まあ、今この見下ろしてこのピッチャーの性格というのはね、はい、見下ろして放れる時にはこうでも、問題は石峰、高橋、それから柴原とあそこ4、5、6という、ボールは高く来てるんですけど、今日はまだフォアボール出してませんのでね、はい、その辺で、ね、なんとか持つんじゃないかなって見てるんですけどね。加藤さんは持ちそうという、西本さんは今シーズンドラフト4位でオリックスに入りました鈴木一郎。7月の11日一軍登録、代打で武道から決勝のホームランを打ちまして MVP になりました。100万円を獲得しました。そのジュニアオールスターで名前を打った鈴木です。まあ、まだまだ1年目これからですね、はい、毎試合毎試合出て、ゲームに出て、これが、ね、慣れなんですよね、はい。だから非常にいい勉強になってると思いますから。